5月7日安城市民会館サルビアホールで市政65周年安城市発展祭を行いました。まずは市民の皆さんに健康生活を目指す趣旨を広くご理解いただき、安城での暮らしそのものが健康な生活となる都市を目指してまいります。表彰では長年にわたり安城市の発展に尽力された方に表彰状と特産品を贈呈しました。また多額の寄付や美術作品などの寄贈をされた方や安城市に貢献された方に特別感謝状と特産品を贈呈しました。安城市万歳。最後に安城市のさらなる発展を願って万歳三唱を行い、安城市発展祭は幕を閉じました。式典後にはアルピニストの野口健氏による講演会を行いました。もう 平地で20キロなら簡単に背負うと、もう8000に行くとこ20キロももう精一杯なんですね。さらに安城市の PR 映像検察ムービーの上映会を行い、来場者も一緒になって検察ダンスを踊りました。安城市は市民の検察に満ちた生活を実現するために全力で突き進みます。1日からの4日間、厚生病院跡地に建設した中心市街地拠点施設アンフォーレのオープニングイベントを開催しました。学び、健やか、交わりの場として市民のさまざまな交流と活動を促進し、にぎわいを生み出すアンフォーレ。4階まで吹き抜けの開放的なエントランスでは定茶のサービスや琴演奏などが行われ、来場者を歓迎しました。たくさんの人が訪れた2階から4階の図書情報館、利用者は読書をしたり学習をしたりして充実した時間を過ごしていました。ホールでは検察トークライブや安城の特産品を使ったクッキングライブ、願い事広場ではマルシェが開催されるなど多くの人でにぎわいました。すごい気に入った。さまざまな情報に触れることができ、人や思いをつなぐアンフォーレ。これからも皆様のご来館をお待ちしております。7月22日、泉町でふれあい田んぼアート2017の鑑賞会が開催されました。安城の農業の PR と広域的な交流を目的として地元農業者などが中心となって開催しているふれあい田んぼアート、今年は4色の苗でデンパーク開園20周年を記念した絵柄を描きました。鑑賞会には子どもから大人まで幅広い世代が参加、およそ12メートルの高さから綺麗に浮かび上がった絵柄を眺めて、多くの参加者が笑みを浮かべていました。
綺麗な色で美味しそうに見えた。さらにかかし作り体験も行われ、親子で楽しそうに個性豊かなかかしを作る姿がありました。これからも安城市はふれあい田んぼアートを通して生産者と消費者を結びつける顔の見える関係づくりに努めていきます。8月4日から6日までの3日間、 JR 安城駅から名鉄南安城駅の一帯で第64回安城七夕祭りが開催されました。アンフォーレが誕生して新たな出会いとにぎわいが生まれたことから、第64回のテーマは新。思いを込めてクリア。安城エンジョイハッピーデイ。願い事を書いた風船を飛ばす安城七夕祭りの名物イベントとなった願い事風船。新たな願い事広場で多くの人が見守る中、およそ3000個の風船が空高く舞い上がりました。およそ1000本の竹飾りで彩られた町では、ダンスイベントや安城のグルメを楽しむことができ、多くの人でにぎわいました。時は満ちるものの雨嵐、日が傾き竹飾りの光が人々を包む頃、町は風情あふれる新たな風景に生まれ変わります。七夕神社では願い事を巻きつけたキャンドルや竹灯籠が参道を歩く人の目に幻想的な世界を映し出しました。さらに安城出身在住の小説家沖田円さんの作品、神様の願い事をイメージした笹の参道が作られ、願い事が書かれた短冊がたくさん飾られました。アンフォーレによって新たな歴史の1ページが刻まれた安城七夕祭り、これからも皆様のご来場をお待ちしております。9月30日、アンフォーレで安城市健康づくりフェアを開催しました。市民の健康づくりのきっかけを作ることが目的です。ホールでは心臓病についてのセミナーや、元シンクロナイズドスイミング日本代表の青木愛さんによるトークショーを行いました。毎日同じ時間に起きる、同じ時間に寝るやったんですけど、引退してからそれが不規則になってるので、まあ、ご飯食べるとか寝れる時に寝るとか、そういうのは今は気をつけるようにしてます。エントランスでは健康づくりに役立つ情報を提供するブースを出展したり、体組成を測定する健康測定会を行ったりしました。このね、お股の間からこうやって、そうです。他にも親子で参加できるエクササイズや料理教室、子供が楽しく運動できるワークショップを行いました。呼吸忘れずに連続ジャンプ高く、はい、3、4、5、心も体も健やかで幸せな暮らしが送れるように、安城市は皆様の健康づくりをサポートしていきます。
10月21日、安城市総合防災訓練を行いました。市民一人一人の防災知識の向上が目的です。桜井中学校では自衛隊、警察、消防などによる救助・救出訓練を行いました。現在、1階屋根部分が破壊。要救者救助完了。要救者、意識、6階男児、意識低迷、腹部に打撲痕ありです。どうぞ。校舎内では、災害医療コーディネーターの指示に基づいた医療救護訓練や救護所開設訓練を行いました。体育館では防災に関するさまざまなブースが展示されたほか、桜井保育園、三川保育園の園児による防災ダンゴムシ体操が披露されました。子どもから大人まで楽しく防災知識を身につけることができた安城市総合防災訓練。これからも安城市は災害時に迅速な対応ができるように防災機関との連携を強化していきます。10月28日と29日の2日間、安城産業文化公園デンパークで第22回教育展を開催しました。幸せいっぱい未来を生き抜く私たち、命輝け育て健やかにをテーマに、市内の全小中学生17,300人の作品や学校紹介のパネル展示、各教科部会による体験や展示などを行いました。上手じゃん、私好きよこれ。子どもたちが工夫を凝らして作った作品を見て、多くの親子が楽しんでいました。体験コーナーでは工作にチャレンジしたり、園内を散策しながら英会話をしたりして楽しむ子どもたちの姿がありました。 There it is, okay. There it is. All right, very good, okay. フローラルプレイスでは小中学校の音楽部によるミニコンサートが行われ、子どもたちは日頃の練習の成果を発揮しました。安城市は健やかで幸せな未来で子どもたちが輝けるように、堅察な街づくりに取り組んでいきます。11月25日と26日の2日間、食と脳の祭典、安城マルシェ in アンフォーレを開催しました。安城の食と農業の魅力を PR するのが目的です。願い事広場では、安城の農産物や特産品、美味しい料理を販売。多くの人で賑わいました。また地元の農産物を使った味噌汁、五平餅、甘酒、おにぎりが来場者に振る舞われました。ステージでは女性農業者のトークショーを開催。女性目線で見た農業の魅力が語られました。自然とずっと触れ合えるっていうのはいいですね。あと主人とずっと一緒に畑でいられるのが一番楽しいです。ホールでは
料理研究家の長田彩さんによる安城産の梨甘響きを使ったお菓子の発表会が行われました。美味しい農産物や特産品がいっぱいの安城市、皆様もぜひご堪能ください。2月11日第33回安城市民デンパーク駅伝大会を開催しました。健康づくりと家族や友人との絆を深めることが目的です。子どもから大人まで楽しめることが魅力で1600人を超える市民が参加しました。広々とした田園やデンパークの綺麗な景色の中、ランナーたちは仲間に助けをつなぐために力強く走っていました。沿道には多くの人が集まり、ランナーに声援をかけていました。完走したチームには完走賞が授与されました。完走したぞ、またラッキー賞としてさまざまな商品が贈られました。表彰式では賞状やメダル、トロフィーなどが授与され、参加者は笑顔にあふれていました。健やかな体を作り、仲間との絆を深めることができる安城市民デンパーク駅伝大会、皆様のご参加をお待ちしております。2月17日アンフォーレで第2回安城市新見南吉絵本大賞表彰式を行いました。全国から480点の南吉絵本作品が寄せられ、今回大賞となったのはカニの商売。この作品は安城市が絵本として出版販売をし、4ヶ月時のブックスタートでも配布します。大賞、大人の部、子どもの部、学校賞の受賞者は市長や教育長から賞状を受け取ると喜びの笑みを浮かべていました。おめでとうございます。さらに新見南吉が勤めていた安城高等女学校で使用されていたピアノと、日本のバイオリン王と称される鈴木正吉が手掛けたバイオリンの演奏による記念コンサートが行われました。童話作家になる夢を安城で叶えた新見南吉。安城市はこれからも新見南吉の魅力を多くの人に伝えていきます。中心市街地拠点施設アンフォーレによって新たなにぎわいと活気が生まれた安城市。市民が健やかで幸せな生活が送れる健さちな街を目指して、これからも走り続けます。